いや、オプーだよ。今日もイフトをやってこう。週刊ベリンガムとパックベリンガム比べてみたまあ、前回の動画見てもらうと分かるんですけど、イングランドパック買ってるんですよね。で、まあ、もちろんベリンガムが来ましたと。でね、今回来た週刊ガチャ、無料も一回引いてみたら、なんとベリンガムが被ってしまいましたと。はい。まあ、こういう方いるんじゃないでしょうか。はい。よければコメントでいただきたいなと思うんですけど、無課金の僕としてはね、せっかくね、コイン貯めてコツコツやったのに、ね、もっと強そうなベリンガム来ちゃったから、どっちがね、強いのかなって思ったんで、まあ、比べていこうかなと思います。まず、週刊ベリンガム。こっちを、ね、見ていこうかなと思うんだけど、まずね、アイコンがバチクソにかっこいい。はい。で、プレスタイルがチャンスメーカーです。で、能力はこんな感じで、まあ、オフェ戦とか決定力はね、もうめちゃくちゃ高いんで、本当に前線にね、顔を出して決定力活かしてくれるような選手かなと思っております。でね、まあ、スタミナとかもあるので、まあ、この能力とかだったら全然 CMF とかでも活躍するのではないかなと思いますね。で、ちなみにブースターつけないでもこんな感じなので、まあ、ベリンガム持ってなくて初めてのベリンガムだったら、めちゃくちゃいいかなと思っておりますよ。はい、続きまして、パックベリンガム。彼は2列目からの飛び出しですね。で、まず、OMF でのおすすめ育成はこんな感じになってて、まあ、走行値は102で、まあ、本当にね、バランスは取れてるのかなと思います。で、ボールコンだったり、ボールキープ。で、グラッパーもね、結構高いかな。ハイライトの選手全般に言えるんですけど、ポジション適正、スキル追加ができるのが一番大きいですね。で、このベリンガムはなんと、まあ、セカンドトップでもね、102いくということで、めちゃくちゃ素晴らしいし、センターフォワード育成でもオフェ戦93、蹴ってる90で、まあ、フィジコンもね、ボディバラもね、高いと。なのでね、センターフォワードで使ってもめちゃくちゃ強いんじゃないかなと思います。なんかね、ほんとちょっとフリットみたいな、そういう使い方ができるのかなって感じかな。で、まあ、どっちが強いのかと、本題に入っていきたいと思うんですが、まあ、まずね、プレイスタイルが違うので、そこは全然使い分けていいのではないかなと思っております。まあ、個人的にはやっぱね、2列目の方が使い勝手はいいと思うので、まあ、そこはパックの方がね、やっぱいいのかなと思いますね。で、まあ、上からね、ずらーっと見ていくと、もちろんこれ、パックの方は OMF でやってるんで、まあ、ちょっとあんまり比較にはならないかもしれないけど、強みとしたら、まあ、ボールキープグラパが高いのが、まあ、パック。かな。で、決定力とかに関しては習慣の方が強いかな。で、今度ちょっと下行くと、まあ、スタミナは圧倒的に強いね。で、まあ、ジャンプだとか、まあ、フィジコンとかね、やっぱその、まあ、アクロバティックのね、シュート決めたので、まあ、そういう部分で能力はね、結構上がってるかなって感じかな。で、スキルに関しては時空ラターンかアクロバティックシュートかのどちらかの違いになってます。じゃあ次、パックの方をね、セカンドトップ育成で見ていこうかなと思ったけど、まあ、こっちはね、決定力とかに関してはまあ悪くない。まあ、どちらもね、同じぐらいなのかなーって感じ。で、まあ、ドリブルボールキープがね、パックの方が強いね。だけど、このあたりのディフェンスとか、まあ、フィジカル面とかで言ったら、割と、習慣の方がちょっとずつ強いのかなー。先ほども言いましたけど、やっぱりパックの方が、いろいろな選択肢があるっていうところでは、習慣より魅力のある部分なのかなとは思います。個人的に僕はね、パックの方をね、せっかくね、コツコツ貯めたコインで買ったので、使っていこうかなと思っております。じゃあ最後に、まあ、どこで使うべきかっていうところをね、まあ、見ていこうかなと思うんですけど、まずこのパックのね、ベリンガムくん、まあ、セカンドトップだったり、センターフォワード。このあたり結構活躍するのではないでしょうか。まあ、やっぱね、2列目から飛び出しを生かしてね、セカンドトップでも絶対いいと思いますよ。はい。で、お次、週刊ベリンガムに関しても、まあ、OMF でもいいんですけど、まあ、チャンスメーカー苦手だなって思う方は、まあ、CMF で使って、もうちょっと高めの位置にして使うと、まあ、無印で使えるので、まあ結構飛び出してくれたりとか、結構いいとこに入ってくれて、決めてくれるんじゃないかなって思ってます。はい。というわけで、2種類のベリンガムを比べていきましたと。まあね、なかなか僕みたいに被っちゃった人いないと思うんですけど、同じような方がいたら参考してくれると嬉しいです。よろしくお願いします。では、まあ今回はこんな感じで終わりましょうか。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。エンディング。